どうもゆうたです。ついにやってまいりました TC2000。 一応毎年恒例、僕の中で毎年恒例の年明け早々の6連星さんの TC2000 総公開、結構まあ台数が多いんですけど、なかなかちょっと休みがね合わないんで、もうこういう総公開しか来れないんで、まあしょうがないんですけど、まあなんとかいい場所を狙ってクリア取って走れればいいかなとは思ってます。でようやく車がいい状態の時に戻ってきてる感じです。まだこっからが、ここが今のがベースになって、そこからあとはちょっと細かい微調整でやっていけばいいかなっていうふうに思ってるんですけど、とりあえず前回の TC1000 からは、ほとんど変わってないです。でフロントのスタビを、まあ、ちょっとね速度域 TC1000 とは違うんで、フロントのスタビを一回つけて戻してみてどうなのかとか、ちょっとでもそれやって迷走しても嫌なんで、まあ今撮ってる状態で問題はないんで、もう撮っちゃってもう完全に撮っちゃってもいいのかなとかは思ってはいるんですけど、まあちょっとでもそこは一回つけてみてやってみようと思ってます。であとフロント減衰、リアの縮み減衰が朝一のヒートとか2ヒート3ヒート目とか、リアの発熱追いついたり路面温度高くなってきたりっていうので、もそこでもうちょっとやっぱり合わなくなってくるんで、朝1のセット2本目のセットみたいな感じで、そこまで細かくやっていかないと、ちょっと自分の理想のセットにはちょっと近づかないかなっていう感じです。で朝1だとちょっとリア出すぎかなっていうのあるんですけど、でもそれぐらいの方がとりあえず曲がるんで、一回ちょっと走ってみてちょっと合わせ込まないとなっていうところあります。であとフロントの伸びの減衰をもうちょっと締めてみて、そのフロントの動きをちょっと落ち着かせる方向も考えてます。まあ今回4ヒートあるんでね、朝一はもうこの前の TC1000 の朝一と全く一緒のセットで、朝一のセットでちょっとそれでどんなもんかで、2ヒート目になるとそのままでちょうど良くなる可能性もあるし、ちょっとなかなか難しいんですけど、はい。はまあちょっとリアのバネ、結局車は曲がるんですけど、リアのトラクションがちょっと薄い感じはちょっと感じてるんで、ちょっとリアブレークスライドしちゃったり、ちょっとカウンター出ながらの立ち上がりみたいな感じにはなるので、まあそこちょっとねじ伏せながら立ち上がってはいるんですけど、まあそれがどうなのか。だと再セッティング、マフラーも変えて、で車のボトムスピードも上がるはずなんで、ちょっと裏スト計測が過去最高で175とか176は出てないぐらいだったと思うんで、ボトムスピードアップ、さらにパワーアップっていうことで、富士とか TC1000 富士ショートでも3キロとか4キロぐらい伸びてるんで、まあ、筑波もその調子でちょっと伸びてくれれば180届くのかなっていう。で、踏ん切りの、まあ、指標として一つの、まあ、いろいろ条件次第ではあるんですけど、だいたい180超えれば踏ん切りできる説みたいなのが多少あったりはするんで、一応、そうですね、計測で180出るんだったら踏ん切り、できてもいい車じゃないかなっていう。で TC1000 でもこの前37秒入れられはしなかったんですけど、車のまあ動きとセット、まあ、乗った感じ、あとまあたらればあられば、で合わせても
まあ、完全に137は出てたので、まあ、TC 線で37出る車って言ったら、つくばで踏ん切りできてもおかしくはないんじゃないかなとは思うんですけど、ちょっと、この久々の、ちゃんと自分の言うことが聞く車で TC2000 を走るっていうのは、2年前のラジアルの頃がもう最後なんで、去年は本当、まあバンプラバーに苦しめられ、ミニコースとか行った時はね、結構ヘアピンとかすごいいいなとか思って、で、ABS のフリーズ、リアのフリーズみたいのもあるので、それの対策も兼ねて入れたっていうのもあるんで、まあ、すべて悪いっていうふうには一概には言えないんですけど、まあ曲がらない原因の、もう第一の原因だったので、まあちょっと久々に結構自分の中でも今期待してるところです。はい、もうちょっとで走行なんで、ちょっと頑張っていきます。久々にっていうか、アンダーだったので、あんまり突っ込みすぎない運転してたんで、もうちょい
多分攻めれそうな感じありました。結構コーナー余っちゃってたんで、1部屋もめちゃくちゃ余ってて、でただ結構ね、やっぱ踏むとオーバーが結構すごいあります。なんで、であと多分最高速もこれも多分踏み切れてないかも、ミス、立ち上がりミスってるやつかもしれない、これ。なんで、うん、ちょっと2ヒート目、ちょっとね、1本目がねなかなかちゃんと走りきれなかったので、ちょっとスタビ戻し、次の週次にも次戻そうかなとか思ってます。今回はちょっと朝一のセットのままちょっと行ってみようかなという感じです。はい、いいかって言われるとそうでもなくて、大丈夫。